京都府立落成高等学校は、京都府京都市西京区大原の西坂板た二町一丁目に所在する府立高等学校。府立高校の中でも比較的新しい学校で1980年に開校した落成ニュータウンの住宅街に位置する2003年度から学力向上フロンティアハイスクールに指定、体育会系文化系落成高等学校における 学校祭の総称。文化の部とスポーツの部の二部構成になっている。この落成フェスティバルはこの学校の大きな目玉の一つでもあり、約一週間かけた大規模で行われる。文化の部はといった構成で9月の第1月、日、水曜日の3日間行われ、クラス単位でその出来が競われる。基本的に生徒たちは夏休みの終わりから2週間かけて準備をすることになっている。 1.3年の優秀クラスは、近隣のホテルのホールを借りて行われる、後のオープン文化祭にて、一般公開される。スポーツの部は9月の下旬に行われ、以前は5つの段だったが、平成30年度から4つの段に分かれて、各種目での合計点数を競う。こちらは、いわゆる普通の体育祭と大差ない。オープン文化祭は、その9月の第1土曜日に、 近隣のホテルである京都エミナースを借りて行われる。前日の通り、1.3年の優秀賞にクラスの上演と高く文化系、クラブ作品の展示が行われる。未整備で、明日入学式新設の府立北陵高校運動場、ドロンコトイレも仮設用地買収手間取って1980年4月7日、夕刊10面、ちょっぴり大人のムード新設参考制服。 交渉決まる1980年3月13日、長官21面。ありがとうございます。